行政書士試験を受験された皆様どうもお疲れ様でした。2019年行政書士試験の公表をこれからの始めたいと思います。担当いたしますのはレックセニ講師の日高です。よろしくお願いします。はい。先ほど申し上げましたが、本日ですね。2019年の11月10日行政書士検験受験された皆様本当にあのお疲れ様でございました。<laughs> えー、今日のです、ねまあ、試験の完食、えーまあ、お受けになった方です、ねえー、あのご自分が一番よく分かっているとは思いますけれども、まあ、あの全体的に、えー、どういう傾向にあったのかそして、まあ、どういう問題が主催されたのか、えー、あの試験をお受けになっていない方もです、ねえー、受験されていない方ももちろんあのこの動画の方をです、ねえー、見る方もいらっしゃると思いますので、えー、今年はどういう問題が出て、えー、どういう傾向にあったかと。 ということをこれからの公表の中でですね、まあ三十分弱ですけれども、まあお話をしたいと思います。で、まず早速ですが、今年はあの全体的なその印象といたしましては、昨年度の問題に比べてですね、やや優しくなったのではないかということがあの言えるかと思います。ただまあいわゆる主要科目ですね、民法と行政法。 この二つが主要科目になりますが、まあ、民法の卓越問題に関しては、少しですね。学習側の十分行き届いていないという。受験者の方にとっては、少し歯ごたえのある問題に見えたかもしれません。そして、行政法についてもですね。まあ、これもあの基本的なその判例の知識であったり、まあ、そういったものをきちんと学習していれば。 えー、記述あの卓一式そして記述式、えーまあ、あの多種選択ですね、えー、いずれに関しても、えー、基本的な学習をしていれば 十分あの対応できたという問題だろうと思いますえただあの基本的な学習がですね、えー、十分あの行き届いていなかったという方にとっては、えー、例えばあの他市のです、ねえー、この記述の判例の問題についてはちょっとあの歯応えがあるなというふうにあの感じられた方もいるかもしれません。ただ総じてですね全体的に、えー、難しすぎる問題というのは、えー、それほど多くはなかったんではないかということが言えるかと思います。 で早速でですすが、まず基礎法学ですね。どういう問題が主催されたのかというところから見ていきますけれども1問目がこれが法思想史ですね法律思想史という本から引用されているものになりますけれども法学の歴史特に我が国における法学の需要に関する歴史ですね。 これがまあ,あの出題されておりまして、まあ、難易度としては標準的な問題ということが言えるかと思います。問題2番の裁判の鍼灸制度についても、まあこれも少し優しめで、えー、まあ、標準的な問題ということが言えると思いますので、まあ、2問中1問はやはり、えー、正解したいというところだろうと思います。 もちろんあの基礎法学に関しても、えー、基本的なテキストをですね、えー、例えばレックではの合格講座の講義録というものを用意しているわけですが、えー、こういった基本的なテキストをきちんとですね、えー、学習している方にとっては、えー、さほど難しくはない問題だろうということになります。で続きましてあの問題3以下ですね、えー、これがあの憲法になりますが、まあ、憲法に関しては まあ、今年はちょっと選挙絡みの問題がやや多いという特徴があります問題3もそうですし問題5も,5もそうですね、えー、まあ、選挙絡みの問題が2問出ているということになりますので、えー、その意味ではですね、えー、ちょっと、えー、ある程度偏りにあの偏りのある出題傾向ではないかということは言えるかと思います ただ、あの問題の難易度としては、例えば問題3番はですね。まあ、消去法で解ける比較的優しめの問題ということも言えます。問題4番に関しても、これもあの有名な最高裁判例ですね。これがベースになっているものですから、まあ,あの優しいということが言えると思います。 まあ問題5番が少し迷う傾向にある問題だろうということになりますがあの選挙権そして選挙制度に関する問題で、えー、まあ人権と統治をですね、いわば組み合わせたような、まあ、あの複合問題ということが言えるだろうということになりますでただこれもあの基本的なあの知識をですね、きちんと学習段階において身につけることによって正解することは可能だろうということになります <laughs> はい、そして問題6番の、まあ、教科書検定に関する問題ですね、えー、これが意外とこう <coughs> 割と、えー、その判例の知識をですね通、えー、りいっぺん学習しただけでは、えー、解けないといったようなあの傾向にあるものですから、まあ、この問題6番に関してはちょっとややですね、えーまあ、難しかったのかなというところはですね、えー、<coughs> 言えるかとは思いますがただまあ <coughs> まあこの問題6番のその正解紙ですね恐、まあえー、らくせあの選択肢2という,ふうあのことであの正解が発表されると思いますけれども、まあ、正解紙を見る限りにおいてはですね、えー、きちんと注意深く選択肢を検討することによって、えー、その正解に達することもあのできたのではないかなという問題であります。<laughs> そして問題7番がこれが今年ちょっと話題になりましたその裁判官に関するです、ね、裁判官に対する懲戒手続きについての問題というものが出ておりましてこれについてもしかしながら基本的な知識ですね条文知識ですとかこういったものをです、ね、学習することによって正解を出すことはもちろん可能というものになりますので。 えー、これはあの司法権に関するです、ねえー、基本的なその条文知識であったりあるいはその、まあ、場合によっては判例もです、ねえー、絡んでくるというところにはなりますけれども、えー、この基本的な知識を抑えることによって正解はできたんではないかという問題になります。はい、そして問問問題題題番番かからら、えー、以下でですすねね、えーまあ、例年通りです、ね、問題の 26ですね、問題8番から問題26番までが、これが行政法ということになりますが、まあ、行政法に関しても、これもまあ例年通りですね、基本的な条文知識だけで解ける問題、あるいはその基本的な言葉の意味、まあ、概念ですね、の知識があれば解けるという問題もあれば、あの少しですね、学習が、 あの行き届いていないとなかなかあの正解があのしづらいという問題もあの含まれていまして、まあ、あの行政法に関してはあのできる限り、えー、100%近くですね、えー、得点したいところではあるんですけれども、えー、なかなかあの満点をですねあの行政法に関してこの択一で、えー、満点を取るというのはあの、まあ、難しいという意味においては、まあ、いい問題だったのかなということは言えるかと思います。でえー、例えばあの問題8番の 義務に関すする問題は比較的優しめですねこれは基本的な知識のみで回答できるものですが、まあ、問題9番のこの内閣法ですとか国家行政組織法に関してはこれはあの学習がですねやはりあのちょっと細かいところまで国家行政組織法の条文知識をですねきちんとあの押さえておかないとなかなかあのすぐにはあの回答が出ないとあの正解が出ないという問題になるだろうということになります。 で問題10番はこれはの基本的な判例知識を問う問題で、えー、これはこういう水面埋め立てに関する、えーまあ、問題ということが出ておりますけれどもこれはのいわゆる鉱物に対する自己取得です、ね、があの可能かどうかという論点、えー、に関わるもので、えー、あのこれはもう有名なあの昭和の 最高裁判例もあるところですが、まあ、いわばそれをです、ねえー、踏襲して、えー、その述べられている判決ということになりますので、えー、むしろあの昭和の,その基本的なその最,あの最高裁判決ですねこれをきちんと学習していればこの平成17年の判例そのものをです、ね、知らなかったとしても正解を出すことは可能だろうという問題になります。 ですからこの平成17年の判例そのものをですね、えー、学習していないからといって、まあ、あの解けないという問題ではないわけですねその意味においてはこの問題10番も非常に、まあ、いい問題で、えー、難しくもないという問題になるかとは思います。 で問題11番もこれも行政指導に関する条文あの行政手続法の条文知識ですねこれをきちんとあの押さえておくことによって正解を出せるという問題ですからその意味においてですね、まあ、いい問題だろうということになります。で問題12番がこれがあのやはり行政手続法の問題条文知識をですね割とあと細かく聞く問題も例年一問出ておりましてこの問題12番は こ、えー、行政手続き法のの、まあ、ややあの詳細な、えー、条文知識を聞いていてるものということうが言えますただし、えー、行政手続き法に関しては毎年、えー、条文知識が出るということはもう、えー、受験生の間ではあのー、もう常識というか、えー、よく分かっているはずの事柄ですから、えー、行政手続き法の条文の問題でややあの詳細な問題が出たとしても、まあ、これはあのー、やはり頑張って。 正解してほしいという部類の問題にあたるだろうということになります。と、まあ、その意味においてはその学習の,その決めの細かさですねこれが例えば問題12番を正解できたかできなかったかで現れてくるということが言えると思います。で問題13番はこれはもう基本的な条文知識のみで解けるものということになります。 で問題十四から問題十六万までが行政府副審査法の問題になります。で問題十四番は採決決定に関する問題で、まあ特にあの再調査の請求ですねにおける決定に順用されているか否かというところのまあ知識がその。 正解できたかどうかを分けたという意味においては、これも非常にいい問題だろうということになります。まあ、組み合わせ問題ということもありますので、えー、難易度はそれほど高くないということになります。で、問題15番のまあ、審査請求手続きに関する問題。これはまああの標準的な問題ですね。まあ、どちらかというと、やや優しい問題ということが言えるだろうということになります。問題16番は？ これは少しあの盲点をつかれたような問題ですけれども、まあ、行政不服審査法も行政手続法と同じく、えー、条文知識が あの主,あの主に聞かれる、えー、分野ですから行政不服審査法の条文の問題で少しあの詳細な問題ですね、まああの細,かいまあ、細かい条文知識を問うという問題が出たとしても、えー、こ,れはあのこれを難しく感じるかあの簡単と感じるかというところがおそらくあの合否の分かれ目、えー、になってくるラインということになります。<laughs> はい、そして問題17番以下が行政事件訴訟法ですね、問題17から問題19までですね行政事件訴訟法の問題が出ておりまして、17番はこれは簡単な条文知識を問う問題、まあ、執行停止に関する問題ですね、基本的な条文知識が問われているものということになります。 で問題18番がこれはあの行政庁の訴訟上の地位というちょっとあの変わったあの問い方をしてますけれども例えば被告的格は一体あの誰にあるのかといったような基本的な条文知識で対応できる問題ですから必ずしも難しくはないわけですね。そののの問題のそのテーマの立て方に 独特の,その新しい着安点があるというだけであってその素材自体は条文知識を聞いているだけですから決して難しい問題ではないということになります。問題19番が広告訴訟に関する問題でこれもあの基本的な条文知識を聞く問題になります。で引っかけもそれほど複雑な引っかけは出ていませんのでこの問題19番も優しい。 ものということになります。逆にあの問題19番を例えば、えー、正解できないということになると、えー、これあのちょっと合格があの相当厳しくなるんじゃないかなというレベルの問題ですね。えー、比較的優しい問題が多かったということになります。<laughs> はい、えー。そして損失補償国家賠償法ですね。えー、いわゆる国家保証法に関するところで問題20番。 これが損失訴訟に関する判例知識を聞いている問題ですが、まあ、補足意見というですねちょっと細かい、まあ、マイナーなところからは出ていますけれども、まあ、それでもあのこれはあの。れ 一般的なその、まあ、学説の知識を聞いているというふうに理解していただければ結構でして。まあ、いわゆる、あの、受人間ドロンですね。え、そして内在的制約説という考え方に関する問題ということになります。まあ、そういった、あの、基本的な、その損失訴訟に関する。えー、まあ、学説に関する知識、あるいは、その、まあ。伝統的な、その判例の見解ですね。こういったものを、お、マスターしておくことによって、正解が可能だという問題になります。 で問題21番は国家賠償法の問題でこれはあのもう有名な、えー、高知国道落石事件という判例が、えー、素材になっているものですから、えー、ぜひですねこれはもう、まあ、何が何でもあの正解してほしいというレベルの問題になります。でが地方自治法とということになりますで今回の地方自治法に関してはやはりあの比較的簡単な問題が多かったなと。 いう印象ですね。えー、まあ問題二十二番議会に関する問題ですが、もうこれも議会のですね、えー、その条文あの議会というのはあの品質、えー、分野あの品質項目ということになりますので、えー、条文知識をきちんと身につけることであの正解が可能ということになります。まあ公の施設に関してもこれもあの非常に簡単な問題ですから、えー、まああの得点できたという方はあの多かったのではないかということになります。で問題二十四番が監査院でまあ監査院の問題というのは はそれほど頻繁には出ないんですけれども、まあしかし問われている条文知識はそれほど高度なものではありませんので、これもあの正解、まあ、ここがあの正解できたかどうかがおそらくあの合否ラインですね、合格か不合格かのその分かれ目の一つではないかというところになります。<laughs> はい、そして問題25と26は、えー、例年あのここがあの応用問題枠になっておりまして、えーまあ、どういう問題が出るかわからないけれども例えば行政放送論の判例知識が出たりですねあるいはその複合的な問題が出るとあの行政放送論と、えー、例えばあの行政事件訴訟法ですねの,あの応用複合的な問題が出ると、まあ、そういう枠になっておりまして、まあ、今年問題25番「上水道」に関する判例知識ですねが問われていますが ただ、素材になっている判例を見るとです、ね、あのいずれも、例えばあの武蔵野市のマンション事件であったりあるいはその、えー、品川マンション事件ですね、えー、といったあの基本判例の知識のみが問われていますので基本判例の知識だけでこれ正解が出るという意味においては非常に優しい問題ではだろうということは言えます。で同じくあの 問題26番の国公立学校に関する判例ですが、えー、判例知識の問題ですけれどもこれもあの素材になっている判例が、えー、おそらくあのいいのので,です、ねえー、判判例例以外は全てあの基本判例の知識になりますただ一点あの注意が必要なのが、えー、例えばあの憲法判例としても有名むしろあの憲法の判例として、えー、有名な判例もあのいくつかありまして例えばエホバの証人の剣道受講拒否事件ですね。えー、これあの 選択肢ですけれども、まあこういったものも出てると、あるいは富山大学事件というこれもあの憲法判例として有名なものですが、まあ憲法の判例としてあのすだ有名なもの。 で憲法でよく出題される判例知識ですね。これが見方を変えると、えー、行政法のあの基本判例でもあるということを言えるわけです。ですから、えー、問題二十六番を通じてですね、ぜひあの理解をあまあ,あ <coughs> 問題二十六番を通じて得られる教訓としては、これはあの憲法の判例を憲法の判例としてだけ、えー、学習するんではなくて、えー、むしろあの例えば他の、えー、分野の判例としても、あの場合によっては民法の 判例でもあったりあるいは行政法の判例でもあるということは往々にしてあるわけですからこの問題26番を通じてですね、まあ、あのぜひこの得られる教訓を、えー、例えばあの、えー、今年は受けてないけど来年以降受けるという方に関しては、えー、ぜひそれを教訓として、えー、理解をしていただきたいと思います。はい、問題27以下が、えー、民法ですね まあこの民法の問題はここ数年間その傾向としては安定しておりましてまあ非常に優しい問題もあの含まれているけれどもまああの割と選択肢の記述が長くてえきちんとですね検討させるという問題もえ多いという傾向にあります。でまあ事例問題もおまあ事例があの関わってくる問題もまあ問題29問題30ですねえあります。えー、まあその一方で 単純なあの条文知識や判例知識ですねを問うという問題もあります。で例えばあの問題二十七番時効の援用に関する問題ですが、まあ時効の援用ということに絞って言うとこれはあの民法の改正ですね。これは平成二十九年の改正法がこれはあの令和二年あのにの四月から施行されるわけですけれども。 時効に関するその改正点というのが例えばの時効の中断、まあ、これはあの今後は時効の更新とか完成猶予というふうに呼ばれるわけですがこういったの改正点があるわけですけれどもそこはあのやはり直接の取材はされておりませんで時効の援用に関するこの判例知識ですねこれが問われているということになります。ただまあ時効援用権者については実は実改,改正法で これはの改正に影響を与えておりますので、まあ、その意味ではですね例えばあの問題27の「足の絵」ですねこれはあの改正法民法の改正法で、まあ、あの反映されている改正点の一つということは言えるわけですね。まあ、そういう意味では改正に関する知識があの、まあ、関心事が全く現れていないものではない。 えー、ただし、まあ、極力改正を避けるというおそらくあの取材とで、えー、作られているのではないかということは予想されます。いずれにしてもあのそれほど難しい、えー、知識が問われているわけではないですね。 で問題28番もそうです。問題28番も、まあ、判例知識が少し,あの正,解しようあの正解をするにはです、ね、影響してきますけれども、えー、ただ基本的なその判例あるいはその条文の知識で、えー、これはあの正解できる問題というものになります。 まあ問題29番がちょっとあの選択肢が、えー、あの長くてですねで事例問題の体裁を取っているっていう意味においてはあのちょっと難しめということは言えますけれどもただあの時間をかけてですねきちんと関係をあの図解しながら、えー、これは解くことによって正解を出すことは可能だろうということになります。で問題30番も、 実はこ,、ねえー、これも基本的な判例知知識識あるいいは条文知識を使って、まあ、解くべき問題ということになります。地、ま、域、あ、あ権に関する選択肢がまあ3つ含まれてますのでその意味ではちょっと地域権をですね、あまりきちんとあの学習していないという受験者の方にとっては少しあの骨のある問題に見えたかもしれませんが、まあ、基本的な判例知識で解けるという意味においては、まあ、これも標準問題ということになろうかと思います。 はいえー、そして知件に関する問題が問題31番ですね、えー、これも、えー、条文知識基本的な条文知識、えー、あとはまああの若干の判例知識ですね、えー、これでもって解けるという意味においては、まあ、あの標準もしくはやや,や優し目の問題ということは言えます。 問題32番もそうですねこれも基本的なその判例知識そして条文の知識ですねこれはどちらかというと判例,がベースあの判例の方がメインという問題ではあるんですけれども、まあ、基本的なその判例知識をきちんと身につけることによって正解を出すことはもちろん可能ということになります。 はい、そして問題33番で、あの意外によく出るのがこの事務管理という問題なんですけれども、まあ、この事務管理に関する問題が、えー、まこんあのこのこ、えー、今年度のですね、えー、行政書士試験にも出題されているという特徴があります。で、えー、ただま事務管理とあと委任ですね、えー、の比較に関する問題というところで、えー、これはあのー。 まあ、あの同じような問題が過去にもです、ねえー、何度か出ておりますので、えー、過去もきちんと検討していたかどうかの差が出てきた問題ではないかということになります。 で問題34番は不法行為の問題でこれはあのちょっと少し若干ですね難しめの問題であろうということになります。まああの割と最近の判例知識をあの問う選択肢として足の一番などがありますけれども、まあ、こういったあの近年のです、ね、近似の判例知識も踏まえて、えー、問う問題になっているというあの、まあ、その意味ではあの標準よりも少し難しめで、えー、ただあのいい問題だということは言えると思います。 はい、問題35番はこれ親族法から出ておりますすす、えー、に関する問題ですねで、えー、例えば当然福祉になる場合はどういう場面かとか、えー、こういったあの基本的な知識でもって解ける問題になってますので、えー、これも標準的な問題ということは言えるかとい、えー、言える問題ということになります。で問題36以下が、えー、商法会社法ですね。まあ、商法会社法も、えー、難しすぎず優しすぎずというレベルですね。 例えば問題36番ですがこれはあの商工為の代理に関する問題とで、えー、基本的な知識を問う問題、えー、になりますので、まあ、これはあのぜひ取りこぼしのないように、えー、取ってほしかったと、まあ、そういう問題になります。 で問題37番が会社の性能の設立に関する問題でこれも基本的な条文知識で解ける問題ですから、まあ、これも、まあ、設立っていうところはですね割と最初の方に書かれているあのどのテキストでもですね最初の方に出てくるものですからここはあの学習が及んでないという方は少ないところだと思いますので、まあ、この37はぜひ取ってほしかったなという問題になります。 問問題題があの株主権に関する問題でするでね。これもあの過去問でも何度か、えー、同じようなテーマで問われているという問題の一つですから是非、えー、過去問検討をです、ねえー、しっかりやって、えー、その成果を踏まえてです、ねえー、とあの正解を出してほしいと成果にあの達してほしいとそういう問題になります。<laughs> はい問題39の取締役会ですね、これも品質項目です、ここ10年以内のですね割とあの最近の過去問でも繰り返しと問われているテーマですから、その基本的な条文知識でもってですね正解してほしいと、そういう問題になります。でまあ、問題40が、これが非公開かつ取締役会、非設置会社ですね。 であの一見あのちょっとマイナーで難しそうに見えるところですがしかしあの誤っているものはどれかそれほどあの迷わずにですね正解を出せるという方もあのいらっしゃったと思います。総、ま、じ、あ、てあの会社法は、えー、去年と比べてもあのやはり優しくなっていたものではないかと思われるところですから、まあ、会社法も基本的な条文知識はきちんとですねやはり学習をしておくことが必要だということを再認識させられる問題ということになります。 で多種選択式問題四十一番が憲法の、えー、判例問題ですね。で NHK の。 まあ受信料に関するえ判例からあの出ておりましてえおそらくまあちょっとあのなかなかここまであの学習が行き届いている方は少なかったのではないかとまあその意味ではもう現場思考でえその前後の文脈からまああの極力えこれあの当てはまりそうな語句を拾っていってえ当てはめていくとまあそういうことが要求された問題ということになりますですから問題四十一番はこれ関東できなくてもやむを得ないというレベルの問題ですね。 で問題42番はこれはあの割と最近の、えー、その判例ですね行政手続続法の判例の知識というのはあのそんなにあの数多くないわけですねですからあのもう限られている判例知識の,あの判例の中から出題、えー、されていますのでもうこれはもう例えば合格講座の講義録などをですねきちんとあの読み込んで、えー、学習していたという方にとってはもう非常にサービス問題と。 いうレベルの問題ではないか、まあ、それぐらい非常に優しいという問題になります。で、問題43も同じですね。これもあのきちんと基本的なテキストを学習していれば、えー、確実に正解できるという問題になります。ですから、今年の問題に関して、あの他市の問題に関しては、憲法以外はもうあの全部正解できるという方は多かったのではないかということになります。 はい、続きましてあの記述問題です、ね、について見ていきますが記述問題についてはえ問題44番これは、えー、いわゆる命令等をあの、まあ、やってほしいという求めですよね、まあ、行政手続法の,その条文知識が問われているわけですけれどもあのなかなかですねこれ択一では確かに何回か出ていると。 で、択、え、一、ー、知識としてはあ,のある程度頭に入っているけれども、えー、その <coughs> いざの記述で書かなきゃいけないということになるとですね、えー、ちょっとやはり、えー、筆が止まったという方も多かったかもしれません。 ただなんとかその条文の文言を思い出して書、えー、けていればですね、えーまあ、部分点がつくところではありますので、えー、そこをきちんとですね、えーまあ、その思い出すことができたかどうかという問題になります。やはり卓室の,の学習する際にあの条文をきちんと読み込んでですねなるべくこう正確に覚えていこうという意識がやはりどうしてもあの要求されているということはあの否定できないわけですね。 でそれはあの問題45番とか46番にも実はあの同じことが当てはまるわけですが問題45番これ直書きのヒントが重要で、えー、この変更や保存行為に該当しないということはもうこれ管理行為しかありえないわけですね。というそこに気が付くことができたかどうかで、えー、スムーズに正解を出すことができたかが決まってくるということになります。で問題46番は第三者のためにする契約というですねちょっとあの択一用の学習としてもあのややあのマイナーな行、えー とということにはな,りますので、えー、なかなかあのちょっと条文正確にあの導き出すことができたという方は少なかったのかなという意味においては、まあ、その意味ではちょっと難しめの問題ということは言えます。 はい、一般知識ですがこれあの、昨年に比べるとあのひねった問題が少ないという意味において、まあ、あのいい問題が多かったのではないかということになります。まあ、問題47番日中関係ですね、まあ、ちょっと歴史の問題のノーマークという方は、えー、これはあの正解できなかったかもしれませんが、まあ、これはもう落としても仕方がないというレベルの問題と考えてください。 で問題四十八番は非常に優しいサービス問題です、えー、ということになります。で問題四十九番の行政改革ですね。これもサービス問題ですね。えー、行政鉄道の知識があれば、えー、解けるという意味においてはあの非常に優しい問題です。問題五十はあのちょっと難しめかもしれません。これはあの、えー、解けなくても仕方がない。で問題五十一番もあの経済用語ですね。ま全くノーマークだったという方にとってはちょっと難しかったかもしれないけど一応標準問題です。 で52番はこれはあの優しい言語制定の問題ですがこれは確実に解いてほしい問題。で問題53番もそうですねこれもあの普通の学習をしていれば確実に解けるという問題ですからこれもあのやや優しめとしておきましょう。 で今回の情報通信、個人情報保護ですね、まあ、昨年、出題ミスがあ,りましたあ,のあった反動で、ことしはあのかなり優しめの問題が出ております。54、55、いずれも優しい、まあ、56番でちょっと悩むかもしれませんが、57番もこれも非常に優しい問題です。で、最後にですね、この問題58番以下の文章理解ですが、これ、いずれも空欄補充ですね、もしくはあの文章制御というタイプの問題になっておりまして、これが、 あのまあ、ここ数年間の,です、ね、あの傾向になっておりまして、えー、時間をかければ解ける問題ただここに達するまでにです、ね、もうあの時間をもうかなり使ってしまっていると、えー、残念なことにです、ねえー、適当にあのマークしてしまってで、えー、不正解だったという方もいらっしゃるかもしれません。はいえー、と今ですねざっとあの全体の,その公表をしてまいりましたが最後にですねやはりあの総括的なことを申し上げておきますと。 えーまあ、全体としてはやはりやや優しめだったかなということはあの否定できないだろうと思います。その意味においては、えー、あの今年はの合格率がですね昨年に比べてもあの上がる可能性は高いのではないかとただ記述の,の採点がちょっと辛くなる可能性ありますのでその点はちょっとご注意が、えー、いただきたいというところになります。ですからあの確率が優しいっていとうことは えー、これはあの記述の方でですねちょっとあの厳しく、えー、採点をしていく可能性はありますので、えー、そこだけちょっとご注意が必要ということになりますね。はいそれでは以上で、えー、2019年の行政書試験の公表を、えー、終わりにしたいと思います。えー、改,改めまししてでですね今年受験されれたた皆様様どうもお疲れ様でした